こんにちは。今回はこの政府から配布された、アベノマスク、シングルガーゼを畳んだものなんですけれども、ちょっとこれ平らで小さくて使いにくいっていう声が多いですね。まあ実際そうだと思うんですけれども、で、まあ今回カビとかで回収騒ぎになってますけれどもね。でそのうち中止とかはないようなので配布されると思います。でこれどうにかしてね、まあ立体とか、まあ、こんな形とかこんな形とか使った方がね、生かした方が良いと思います。こういうね生かすも殺すもね、自分自身にありますので、せっかくいただいたものなので生かしていこうと思います。でこちら2枚入ってるんですけど、1枚はもうすでにほどいてこんな風に3枚ぐらい作ってみました。で、こう、張り目跡がありますよね。で、これペラペラのシングルガーゼでね、こういうカーブとかね、結構多分、縫い物をされない方とか縫いにくいんですよ。ズル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 って感じで。で、こんなカーブのよりは多分まっすぐだけの方が、まだね、縫いやすいかと思います。で、こっちは全く直線で作れて、で、これはアベノマスクじゃなくて、ふんわりした60ガーゼ裏に使ってるんですけども、これだけで縫うよりも、こういった布と一緒に縫った方が縫いやすいんですね。で、早速これをほどいて、作っていこうと思います。こういったところ、リッパーを使って、ほどいていきます。こっちもね。生地を引っ掛けないように。はい、ゴムを取って。大きいんですよね。こんな感じになります。でこれはまだそのままの生地なので、一旦水にねつけて水通しをします。そうすることで仕立てた後に縮みにくくなるので、その方が綺麗に使ってる時に綺麗ですね。縮みますとかここにも書いてありますけど。でこれ地の目、生地の地の目っていうのがあって、こっちが縦なんですね。なので、こういう風にして使っていきます。まず水通しをしていきます。マスクを水につけて、そうですね、5分ぐらい水につけて、乾かしてアイロンをかけた状態です。やっぱりこう端とかね、少し曲がっているので、きっちりと水につけた方がいいですね。で、これサイズは幅27センチ弱ぐらいですかね。で、長さが60センチぐらいあります。で、これを二重にして使っていこうと思います。ダブルガーゼと同じような状態ですね。で、表の生地は別にしていきます。その方が縫いやすいですし、ガーゼの節約にもなります。表地は綿素材とか麻だとか、あとちょっと肌に通気性が良くて肌に優しい素材だったら何でもいいと思います。例えば古着とかね、もうちっちゃくなっちゃったやつだとか、お子さんの子、あともうこれ着ないなとか、そういうのでいいと思います。で、なるべくもうギリギリ、これ2枚ギリギリ取っていきたいので、この女性用のサイズ、だいたい出来上がりが14くらいかな、14.5 で、縦12センチくらい。これを作っていこうと思います。で、上にこれ、セットアップテープ。これの、こんなぐにゃぐにゃ曲がって縫えるやつなんですけど、こういうの入れてるんですけど、
これは使い捨てマスクから取ったやつですね。で、端はちょっとライターで炙って丸めてあります。出てこないようにね、布に入れて。こういったのも使っていこうかなと思います。で、生地は、これすごい薄いローン、綿ローンなんで、これちょっと薄すぎ。こういう薄い生地使うときはね、30ぐらいにした方がいいですね、ガーゼね。これはギンガムです。で、今回は使うのはこんな、さらし、の布を使っていこうと思います。で、この生地を有効に生かすためにサイズなんですが、この黒い数字で書いてあるのがこの大きさができるサイズです。幅が 16.5 センチ上ですね。で、これ高さが14センチ。ここね、表地だけ、こう、ゴムを通す、ゴム通しを作るために、ここですね。ここの部分を作るために、こんな形にしてます。で、ガーゼは、ここだけです。ここは必要ないので、ここだけで作っていきます。で、上のタックを5センチ、下のタックを3センチ、幅を6センチにしてありますね。で、大きいサイズを作るときは、17.5 の16ですね。で、小さいお子さんとかのが 15.5 の11。で、これで大体大丈夫だと思います。で、ガーゼのみなので、輪にして取っていこうと思います。もったいないので、ここ、縫い代をつけると、不足してくるので、もうなるべくギリギリで、ちょっと女性用2枚取っていこうと思います。で、こんな形ですね。この上の、こう輪にして、完全に輪にして取っていこうと思います。で、これ何でもいいので、こういう紙を用意して、まあ別に紙なくても、でもガーゼはね、やっぱ直に線引くのはちょっとね、ズルズルして扱いづらいので、こういった紙、型紙を使った方が良いと思います。これで、で、待ち針で留めていってください。で、私ちょっと待ち針使わないので置いて、ロータリーカッターでカットしていきます。これ楽なんですね。こんな感じで。ガーゼをカットしました。片方輪にしてありますね。で、これもう一枚この部分で取れます。ギリギリぐらいですね。縫い代つけてたら取れるか取れなかった。個体差があると思うので、最初にしっかり測って取れるか取れないかを確かめてから裁断された方が良いと思います。で、表地はこのサイズでカットしました。次に、この表地にこのガーゼの裏地をつけていきます。輪にした方は、下になるようにつけていきます。なぜかというと、この、これを
あのワイヤーを入れるので、なるべく上のあの縫い代が厚い方がいいんですね。でこれ生地薄いので飛び出してくる可能性があるので、なるべく上を厚くしていきます。で生地をこっちが表、中表にして合わせていきます。でまず下のところを広げて、ここの線、ここのちょうど真ん中の線で、縫い代はここ 0.8 ですね、8ミリのところをまず縫っていきます。下端を縫いました。あとで端を5ミリぐらいカットするので、端は縫い残してあります。で次にアイロンで上に折って押さえて、ここを縫っていきます。縫い代8ミリにしてあるので、ちょうどミシンの押さえの幅に合うかと思います。で同様にここの端は5ミリずつ縫い残しておきます。上端も縫いました。やはり縫い代端は5ミリほど残してあります。次にこれを表に返してアイロンで整えます。表に返してアイロンで整えました。次にこの上下のタックを取っていきます。上は5センチ、下は3センチになります。で厚みがあるのでだいたい5センチ、だいたい5センチ弱ぐらいになりますかね。5センチ、で、真ん中 2.5 センチのところに印をつけます。そしたらこれね、長さをねしっかり測って同じ長さにした方が仕上がりが綺麗なんですよ。で、0.5 でもいいですし、1センチでもいいです。同じ長さにしてください。その方が綺麗ですね。で、ここを縫っていきます。その時に糸をしっかりこっち側のちょっと隠れる側に引っ張り出して、結んでおいた方が綺麗です。こっちは表になるので、こっちに糸が見えない方が仕上がりが断然綺麗なんですね。ここの部分です。ここに糸が出てない方が綺麗です。こんな風にねタックのところを縫いました。でこの糸は違う、裏側に引っ張り出して、結んでおきます。糸が多少出ててもそんな気にならないって人はもうめんどくさかったらやらなくても良いと思います。 2,3 回返し縫いをしておいてください。で次にワイヤーが入るだけの、広さを開けてここをね縫っていきます。でワイヤーを入れるためのところを縫いました。でこれ3ミリぐらいなんですけど、端っこにもう1本ステッチをかけるので、ミシンの押さえの幅8ミリぐらいで縫ってみました。で次に、端にステッチをかけていくんですけれども、こう上はここ1センチ、こうじゃなくてここ1センチのところでずらして、ここをね、ここの線から1センチずらして縫っていきます。こうすることでタックが
綺麗に出ます。ここ1センチずれてる状態ですね。この状態でここは縫わないようにして、まあ、ちょっとへっこみますけどね、ここね、ここですね、こんな風にここ折った状態でここの端にステッチをかけていきます。こんな風に留めてあります。縫っていきます。こんな感じになってますね。で同様に下も縫っていくんですが、下のはほんの少しだけずらして、こんな1センチもずらさないで少しだけずらして同様にして縫っていきます。上下ともにステッチをかけました。次にここのずらしたところの余分をちょっとカットしていくんですが、あんまりギリギリここまでカットしてしまうと、このほつれたのがここ表から見えてしまうので、縫ってないところ5ミリぐらいをカットしていきます。さっき縫ったこの糸を、結んだ糸を切らないようにした方がいいですね。こんな風にカットします。こっちはもうほぼほぼカットしない方がいいですね。わずか整える程度でこの糸を切らないように、てかちょっと切っちゃいましたね。カットします。でカットしたらこのワイヤーを通します。で大体真ん中ですね。で動くのが多分そんな動かないと思うんですけどね、動くのが気になるよって方はこう両方ここ縫い留めた方が良いですね。で次にこのゴムを通す端をだいたいそうですね、7-8mm ぐらい折って、もう一回ここのちょうどこの線で折るんですね。この線なので少しこのガーゼも折るような感じでこう、そうしないとこのこれがねあんまりよろしくない、汚らしいというか見える感じなので、必ず5ミリほどここのガーゼも折る感じでこんな風にして三つ折りにしてここにステッチをかけていきます。こんな風に端から上からかけた方が綺麗ですね。両端を縫いました。で次にもともとついてたゴムを通していきます。これで、適宜結んで出来上がりです。でこれね、ここにタックを取ってるじゃないですか。ここにねこんなキッチンペーパーを適宜切ったもの、こんな風にしてねちょうどこの溝にね挟めます。ですね、軽いものなんでここ四隅挟んでおけば
落ちないですね。で女性の方なんかね、こうリップがついちゃうのでね、これでね、あの使い捨て なりますのでね、ついてもあの洗うときに気にならないと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。